漢方。漢方、漢方は、日本国の機関紙である。国としての作用に関わる、事柄の候補及び広告をその使命とする。法律、政令、条約等の広報をはじめとして、国や特殊法人等の諸報告や資料を公表する、国の広報紙、国民の広告誌としての使命を持つ。会社の広告として、合併広告。 決算広告なども掲載される。なお、日本国のでは、国の機関によって交付される、憲法その他の法令、告示、訓令、通達その他これらに類するもの、裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに、行政庁の採決及び決定で裁判に準ずる、手続きにより行われるもの並びに、それらの翻訳物または編集物で、国もしくは、 地方公共団体の機関、独立行政法人または地方独立行政法人が作成するものについては、著作権の目的とならない旨を規定しており、独立行政法人である国立印刷局による法令等の編集物である官報に掲載された著作権第13条に規定する著作物である憲法改正、証書、法律、政令、条約、 内閣官房令、内閣府令、省令、規則、朝令、訓令、告示は日本国内においては著作権法による保護の対象にならない。その他の広告等については二項に該当しないような著作物について著作権の保護の対象となり得る。前身は大上官製印文書局が1872年から発行していた大上官日誌であった。 1877年に同局と同志は廃止され、その後の7年間は、東京日日新聞の大上官記事、広報の欄が、官報の機能を代行する状態となっていた。1883年、明治16年7月2日、参議、山形有友の県議により、新たに設置された大上官文書局が、初めて発行した。当初、編集、 発行業務は、大乗官文書局で行っていたが、その後内閣官報局、印刷局、内閣印刷局、大倉省印刷局、印刷庁、大倉省印刷局、財務省印刷局を経て、2003年、平成15年4月以降は、独立行政法人国立印刷局が行っている。なお、官報の大臣は三条、耳大乗大臣、当時の記号である。 1868年の明治政府成立直後に出された大上官日誌、対1877年がその講師とされているが、本格的に官報が刊行されるようになったのは、1883年7月1日。ただし、この日は日曜日のため、実際の第1号刊行日は翌日の2日であるであった。明治以前においては、考察が、 法令周知の役目を果たしていたが、新しい法令が次々と整備されていく中で、板に墨で書き記す考察では制作、維持ともにコストがかかるため2873年に廃止された。それに代わる手段として、大上官より、府県に対して法令を配布して、それをさらに印刷にかけて、町村の役所に配布、掲示させる方式を取ったが、 町村までの到達日数との関係で交付から施行までに最低も2ヶ月以上間隔を空けなければならないために緊急の法令制定に対応できなかった。そこで大熊重信はロンドンガゼット、ロンドンガゼットやモニトールのような政府広報の役目を果たす新聞を発行する新聞社を政府自らが創設する構想を唱えた。大熊は 福沢諭吉の協力を得て、構想の具体化を図ったが、明治十四年の政変で失脚すると中止された。その後、福沢は独自の新聞発行に方針に変更して、政府と距離を置いた、時事新報を創刊する。また、井上武氏も、大熊、福沢に対抗して、福地玄一郎や丸山桜と同様の新聞の創刊を計画したり、 政府補助金を与えて新聞社を政府参加に加える構想を立てる立憲帝政党機関紙の大東日報などその対象となったが失敗に終わった。そこで井上は山形有友の協力を得て久保田寛一小松原栄太郎と共にプロシアやロシアの政府発行の漢方をモデルとしたものを大乗間で編纂、発行する計画に変更して準備を進めた。 その結果、1883年の大上官、福国17号及び大上官たち22.23号によって、官報発行が正式に決定され、編集は、大上官に、新設、5月10日の大上官文書局、初代局長、平田東助、漢字、小松原栄太郎、印刷は、大倉省印刷局が、配送は、農商務省駅定局が担当することになった。 なお、当時の文書局には、漢方編さんと共に、外国文献の翻訳という職務も担っており、原隆陸実、中根繁一ら多彩な人材を揃えていた。行政機関の休日を除く毎日発行され、都道府県庁所在地にある漢方販売所で販売される。発行日には、国立印刷局の掲示板や漢方販売所の掲示板に掲示され、ウェブサイト、 インターネット版漢方でも閲覧することができる過去30日間の官報は無料で閲覧でき昭和22年5月3日以降の官報は有料で検索閲覧が可能である法令上官報に掲載する事項については官報及び法令前書に関する内閣府令昭和24年総理府大倉省令第1号に定められている法令憲法 条約、法律、政令、省令、証書、告示等の交付は、公文式及び公式霊の廃止以前は法令に、基づき、廃止以降は、慣例として、官法によりなされる。法令の交付方法などを定めた、公文式、明治19年直令第1号では、凡栽法律命令派官法をもって布告し、十条と、定め、これを受け継いだ、公式霊。 公式令、明治40年直令第6号も、全数上の公文を交付する派官報も、です。12条と、法令の交付は官報によって行うことを定めた。日本国憲法の施行に伴い、公式令は、内閣官制の廃止等に関する政令、昭和22年政令第4号により廃止され、その後法令の交付方法を定める法令は、定められなかった。しかし、以後も、 慣例的に法令の交付は官報によってなされており、判例では公式令廃止後も特に国家がこれに代わる他の適当な方法を持つて法令の交付を行うものであることが明らかな場でない。限りは法令の交付は従前通り官報を持つてせられるものと解するのが相当とし、たとえ事実上法令の内容が一般国民の知り得る状態に置かれたとしても、 未だ法令の交付があったとすることはできないと述べられている最高裁判所大法定判決昭和32年12月28日なお人事委員規則最高裁判所規則及び会計検査員規則の交付については官報をもってすることが明文で定められている国家公務員法第16条第2項最高裁判所公文方式規則第2条 会計検査院規則の交付に関する規則第2条交付の時期については一般希望者においてミニ官報を閲覧しまたは購読し得る最初の時点とされ具体的には国立印刷局本局及び東京都官報販売所に掲示される発行日の午前8時30分とさている最高裁判所大法廷判決昭和33年10月15日 一漢方の編集について、昭和48年3月12日付事務時間等、会期申し合わせでは、次のように定められている。合立ては、それぞれの番により異なっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。